おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画は以前からお世話になっているつけ麺カズさんの仙台のお店にお邪魔いたしまして、今回は本店との味の違いが分かりやすいよう特別にオーナーさんに横で解説していただきながら仙台店の味を楽しんでまいりました。いただきます。全粒粉スーパーファインに変えたんですね。前はその卵黄とか卵白が多い、黄色いちょっと甘みのある、じゃなくて、こっちは全粒粉に近い香りが強い。だからその麺だけ食べた時に、なんか返しと麺だけで食べれる、丼に近い感じ。角もしっかりしてますね、こっちの方が。柚子胡椒は入れちゃった方がいいですか？麺に和えた方がいいですか？麺に和えてもいいですし、入れていただいても。塩にしたら塩にしただけで、なんか割かしこう、魚が強いイメージ。こっちの魚介がすごい強いですね。チャーシューと一緒で絶対うまいですね。これ絶対うまいやつだ。お酒のほうにお先をお願いいたします。
うん、海苔にニンニクと麺を巻いてつけて食べてました。あ、海苔海苔な感じで、海苔これおすすめってことですね。じゃあ海苔に、うん、いうちのこの海苔が海苔を主張しているっていうよりかは、スープに入れたら負けちゃってるぐらいが僕好きで、うん、ふにゃっとなるけど味が乗っかってくるんですよ、うん、しっかり。それが僕この海苔の良さです。なんか急に本店の味というか、はい、さんがいた頃のあの感じの味に近い、はい、すいません、ありがとうございます。すみません、はい、3枚目ですね。いやー、いただきます。日によってはこれカラセ油ってのがあったじゃないですか、あれを入れるんですよ。カラセ油のあのひき肉とか入ってる状態のスープの辛つけ麺をやったりするんですよ。そうすると豚が強くなるっていう。ジャン結構入れてるんですか、ジャン系。そうです、ジャン系、うん、すごいジャンが入ってる。トーチっぽい味がすっごいです。醤油の味噌みたいな、うん、最初甘さが来て途中で後から辛さが来るっていうのが、うん、僕好きで、ね、だから本当に味噌に近いですよね、うん、これで完成ですよね。よいしょ、うん、うん、中華だ、うん、辛みの効き方が中華ですね。うまっ、うん、どうぞ。いらっしゃいませ。うまいぞ。ごゆっくりどうぞ。うん、うまい、うまい、いいですかこれ。すごいな。いいよ。油そば見てるとやっぱり腹減る。